皆さんこんにちは。2023年7月14日、女子プロゴルフ若手の登竜門と言われている青森レディスオープンゴルフトーナメントは大逆転勝利によって幕を閉じました。今大会優勝したのは40歳の下川恵選手です。下川恵選手にとっては悲願の初優勝となりました。下川恵選手といえばツアー屈指のホールイン女王であることは有名ですね。しかし2021年にはコロナの後遺症である倦怠感、脱毛症などに悩まされた時期もあったようです。今回は初優勝を振り返りながら下川恵選手がどんな選手なのか紹介したいと思います。下川恵選手は1983年5月31日生まれ、神奈川県出身。身長157センチメートル、体重56キロ。実際でゴルフを始めた下川選手はゴルフの強豪校神奈川県立厚木北高等学校のゴルフ部に入ってから本格的に競技に出始めました。その後日本体育大学に進学すると、大学2年生の時の QT ではファイナルまで進み、これをきっかけに大学を中退してプロへの道を選びました。2007年3度目の挑戦でプロテストに合格し79期生となります。ちなみにプロテスト合格時に当てられる日本プロゴルフ協会の会員番号はなんと777、ラッキーセブンですね。翌年にはファイナル QT で上位となり、2009年にはツアーフル参戦しています。しかしその後なかなか成績が伸びず、長い苦悩の時期を過ごすことになりました。そんな下川恵選手を救ったのは2014年に出会った北野正幸プロです。下川恵選手は飛距離が弱点だったのですが、北野コーチの指導によって一気に30ヤードも伸ばすことに成功したのです。それは結果にも現れ、この年の賞金ランキングでは47位となり、プロ宣言から11年目にして初の賞金シード権を獲得したのです。プライベートでは2011年に8年交際したキャディーの下川忠と結婚しています。現在は下川恵選手の専属のキャディーとして夫婦でツアーを戦っています。心強いサポートですね。そんな下川恵選手はツアー屈指のホールインワンガールであることは多くの人がご存知でしょう。ホールインワンといえば一生に一度できるかできないかと言われるほど貴重な記録であると言えますが、下川恵選手は2013年、2014年とシーズンで2回ずつ達成し、2013年の富士山系レディスでは800万円、14年の伊藤園レディスでは賞金として500万円を獲得しているのです。2013年のアクサレディスで最初のホールインワンを達成すると、翌月の富士山系レディスクラシックでも達成。この大会の名物ともいえる17番ホールには毎年のキャリーオーバー含め800万円がかけられていましたね。これを見事にゲットした下川恵選手は話題を集めることになりました。またプライベートでも3回達成させているため、合計7回ものホールインワン成功経験があるということになりますね。まさにホールインワン女王という異名の通りです。ホールインワン女王下川恵選手はホールインワンを成功させる秘訣はピンを狙うことと明かしています。普通ならピンを狙わない方がいいような状況でも、無意識にピンを狙っているからボールがピンの方に戻ってくるのではないかと語っています。簡単に語る下川恵選手ですが、かなり難しいことであることは間違いありません。公式戦での強さも目立ち、2016年は日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯と日本女子オープンの2試合で総獲得賞金の約半分を稼いでいます。ホールインワンで話題を集めた下川恵選手ですが、2021年7月に新型コロナウイルスに感染し後遺症に苦しめられました。想像以上に後遺症は重かったと言います。感染時は中等症で39度以上の熱が7日間続きました。
隔離期間を終えた後も歩くのも精一杯という状態で、練習を再開した時はアプローチで26球しか打てなかった。走るのは無理だし、ウォーキングから始めようと思っても家の周りを3周しただけで寝込んでしまって、と当時を振り返っています。治った後には後遺症に悩まされ、半年経過しても体力もないし味覚嗅覚もない、吐き気があって倦怠感もすごい、脱毛症もすごくてメンタルにきました、と様々な症状に悩まされていたようです。さらにコロナに感染後、以前の記憶が一切なくて、誰と会ったか、どこで何をしたかを全く覚えていなかった、というのです。友人の顔や名前も思い出せず、以前回ったゴルフコースも覚えていない。徐々に記憶は戻ってきたが、1年経った2022年7月にも、数分前に話したことが曖昧だったり、と不安にもなるような、辛い時期があったことを明かしています。しかし、下川めぐみ選手は、幸い、根性と努力は好きなので、と、持ち前の明るい性格で前向きに、練習に取り組んできたこと語っています。そんな辛い時期を乗り越えて、今大会、JLPGA ステップアップツアー2023シーズン、第11戦、青森レディスオープンゴルフトーナメント、賞金総額2000万円、優勝賞金360万円大会最終日が、7月14日、青森県青森市、青森カントリークラブで行われました。下川めぐみ選手は、通算10アンダーで、逆転優勝、プロ初 V を飾りました。ベテランゴルファーである下川めぐみ選手が、意外にも初優勝であることに、驚いた人も多いようです。首位の宮田聖夏選手とは、4打差あっただけに、下川めぐみ選手の中では、逆転は難しいという思いが強かったそうです。今取り組んでいるスイングを、試合で 1% でもできることを目標に、ティーオフすると、宮田聖夏選手がスコアを2つ落とし、下川めぐみ選手が2つ伸ばしたことで、最終ホールを前についに首位に並んだのです。ラウンド中は一切スコアボードを見なかった。下川めぐみ選手は、首位と3打差ぐらい離れていると思っていました。2位ぐらい狙えるかも、とリラックスモードで、18番をプレーした下川めぐみ選手は、3打目をピン手前約4メートルに乗せても、まだ状況を把握していませんでした。そして、バーディーパットを打つ前にボード見て、初めて自分が首位に並び、さらにこのパットを入れれば優勝という状況にいることを知ったのです。この瞬間を改めて大事なパットだと気がつき、途端に手が震えてきた、と振り返っています。そして、見事にボールがカップに吸い込まれていくと、拳を力強く握りしめていましたね。最後の最後まで、首位であることに気づいていなかったことが、良かったのかもしれませんね。実は、下川めぐみ選手は、今年で40歳となり、プロとしても17年目を迎え、何度も引退を考えたこともあったようです。しかし、そんな下川めぐみ選手は、練習やトレーニングに懸命に取り組み、いつでもツアーで戦える準備を怠りませんでした。その根底には、あるスポーツ選手の存在があったようです。それは、下川めぐみ選手が大好きな、テニス界のスーパースター、ノバク・ジョコビッチ選手です。今大会と同時期に、テニス界ではウィンブルドン選手権が行われていますが、ジョコビッチ選手を真似して、白いウェアにしたことも明かしています。熱中症対策かと思われていましたが、実は憧れの選手をイメージしていたようですね。ベテランになっても一流であり続ける、ジョコビッチ選手の姿が、下川めぐみ選手の力の源になっているようです。今大会の優勝にたどり着くまで、苦しい時期も乗り越え、積み重ねてきた努力が、ついに形となったと言えますね。今大会の優勝をきっかけに、ベテラン下川めぐみ選手の新たなゴルフ人生が始まるのではないでしょうか。今後の活躍に期待しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。